大阪の阿倍野区にある重症症状専門センター院体コンディショニング3つです。今日もね、前回に引き続いて、産後の骨盤シェイプアップですね、骨盤矯正、自分でできる、運動をね、紹介していく、まあ今日は第2弾ですね、紹介していきたいと思います。前回ちょっと仰向けでやったんですけども、今回ちょっと四つん這いでやりますんでね。はい、四つん這いでやります。そうですね。で、意識してもらいたいポイントが2つあって、1つはゆっくり、必ず焦ってバン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 やらない、ゆっくりするということで、もう1個は息を、呼吸をしっかり仕上げる、呼吸をつける、このポイント、この2点ポイントですね。絶対に横着しないことですね。おへその中の中のおしっこするときに我慢するような筋肉を刺激するトレーニングなんで、その辺を意識してやっていきましょう。四つん這いで肩幅開きます。肩幅開いてゆっくりね、このままぐーっとキャメルキャット体操って言うんですけども、多分見たことあるかなと思うんですけど、それをちょっと紹介していきたいと思います。息を吸いながらぐーっと上げていきます。ここから引っ張られているようなイメージですね。でちょっと軽くおへそ見ます。息吸ってます。で吐きながらぐーっと落としていきます。おへそをぐーっと落としていくイメージ。この時に肘はこうならないです。こうならない、必ずまっすぐやったままこの状態でぐーっと落としていきます。はい、もう一回ぐーっと上げます。息吸います。はい、吐く。この時ちょっと戻しながら前向くようにしましょう。はい、もう一回吸う。はい、吐く。腰とかもし 痛かったりとかしたら、なるべく痛くない範囲までで止めてやっといてあげてください。こういう運動ですね。早くするとこういう運動。呼吸をつけてしっかりやってあげる。はい。これもちょっと余裕があれば、この状態ちょっとキープですね。10秒ぐらいキープしてあげてください。この時しっかり息を吐いておきます。はい、もう一回落とす。これを、まあ、10回ですね。10回を1日3回、3セットですね。分けてやってあげていいんで、一気にしなくていいんで、それ意識してね、ちょっとやってみてください。はい。では今日はこれで終わっておきます。また分からないことあったら、質問あればね、また下のに LINE 書いてるんで、そこから質問ください。はい。では今日はこれまで終わっておきます。